総関号の表紙、政党は、政党者が1911年9月から1916年2月まで52冊発行した女性による婦人月刊誌。主に平塚雷長が末期だけ伊藤の絵が中心となり発行した。文学史的にはさほどの役割は果たさなかったが、婦人問題を世に印象付けた意義は大きいという論もある。明治末期の日本では、 両裁権部こそが女性に求められており、選挙権はなかった。また、治安警察法は女性の政治活動を禁止していた。しかしながら、欧米ではフェミニズムが叫ばれ、それが日本にも伝えられていた。幾多長校が平塚明に女性だけの文芸誌の発行を進め、迷う平塚を日本女子大学校の同窓、保持権語が後押しした。自由を訪ねて誘い、 二人と中野初子、木内貞子、もずめ和子の計5名が発起人となり、1911年9月、婦人月刊誌、政党を創刊した。政党は小林清近が編集委員を務めており、選部が全国で発行された。政党の名は幾田長公が付けた。ブルースト・キングの和訳で、 ブルース・トッキングとは18世紀にロンドンでシルクのフォーマルな黒い靴下ではなく深い青い色の毛糸の長靴下を身につけることが教養型各地性を尊重する婦人たちのグループのシンボルとして採用されたことから引用されたものである。創業時の社員は岩野清子、千野正子、田村敏子、野上八重子、水野千子ら18人、参上院は長谷川渋れ、与謝野明子、 森茂子、小金井美子、岡田八代、国木田春子ら七人だった。社員は、会費と平塚の母の資金援助が基本資金となった。相関号の表紙は、長沼千恵子が描き、関東を与謝野の詩が飾った。そして、平塚が巧妙な、原始女性は太陽であったに始まる、相関の字を載せここに初めて、大腸の筆名を使った。 1912年の新年号は、前年の人形の家上演に関連して、黒くのラジに、社員らの評論を特集した。社員には、中参があり、尾竹紅吉によが1912年1月に、上近い一子が7月に、伊藤のえが10月に入社した。紅れない吉が、五色の酒を飲んだことや、叔父の日本画家、尾竹地区派に連れられ、吉原に登録したこと。 相愛の平塚に男友達ができたことなどを市場で奔放に書き綴ったことで市中の記者に批判の槍玉に挙げられ大社に追い込まれると野良のような目覚めた女性を指していた新しい女のという見方から不死だらな女性という見方が正当に向けられるようになった。1912年4月の第2巻4号は貫通を扱った荒木香織の小説。 手紙のゆえに発禁となり、正党者は、もずめ邸から追い出された。1912年5月頃から翌年にかけて、多くの新聞、雑誌が、からかいを込めた、新しい女特集を載せ、順調だった、正党に、影が差した。女子英学塾の津田梅子は、塾生が、正党に関わることを禁じ、日本女子大学校のナルセ二蔵も、新しい女を批判した。 政党側も、1913年の1月号と2月号の、付録、新しい女、その他婦人問題について、で反撃し、岩野法名、安倍次郎、馬場子長、杉村祖人官らは政党に対し参意を表明が、その2月号は、付録中の福田への諸論が、社会主義的であるとして、発禁処置とされた。その後幾多が去り、1973年10月、 政党者外族の冒頭を女流文学の発達をはかりから女子の覚醒を流しへと変更した。幾多の過失を平塚が諸子の女子の覚醒に戻したのである。しかしながら発行部数は減少していった。1914年1月、平塚は両親の家を出て奥村博との同棲を始めた。政党に乗せた独立するについて両親に 木下木太郎は称賛したが、徳田秋らはののしった。総幹事の5人の発起人のうち、最後まで残っていた保持が4月に去った。この年は、生田花代が多くの文を書いたが、世帯を持った平塚が多忙だったことにより9月号を出せなかった。10月の3周年記念号には、警報局長の警告を転載している。11月号は、平塚に頼まれ、 伊藤が薄い政党を出した。その後、これにより、全部任せるならやるが、忙しい時だけのピンチヒッターは断るとのいが、表明し、平塚は、同年11月号をもって、政党の編集を引退した。伊藤は、政党者を無規則、無方針に変更した。1915年1月号は、平塚の政党と私と伊藤の政党を引き継ぐに、ついてを乗せた。 野江編集の政党は、生田、原田さつき、伊藤、山田和香、平塚、岩野清子、青山菊らが、低層問題、打体問題、売り小制度など女性をめぐる社会問題を論争したが、1916年4月に、伊藤が、大杉久のもとへ走り、無期休館になった。その間の1915年6月号は、原田の打体論で、発禁処分を受け、 以後発勤期間が終了した後発行されていない。ありがとうございます。